大鯨型潜水艦4番艦の進水式が行われようとしている中、台湾では自国建造潜水艦1番艦が進水式を迎えた。オーストラリアは何をやっているのでしょうか。今回は日本も VSL 搭載潜水艦の危険分けを詳しく深掘りしていきます。オーストラリアはフランス湾を選び、今では米英の原子力潜水艦に着地しているますが、ここまで長かったよね。フランスも建造を長引かせていたので、日本の潜水艦を購入すればよかったと思っているのは私だけでしょうね。北朝鮮が潜水艦発射弾道ミサイル SLBM の発射に成功したというニュースが大きく報道されたのは2021年10月でした。この事実は日本はもちろんアメリカやヨーロッパの西側諸国にも大きな衝撃を与えました。国連安全保障理事会でも議題として取り上げられることになったのです。とはいえ、常任理事国には北朝鮮寄りの中国とロシアがいるので、非難決議はあっさり否決されましたが、潜水艦から発射される弾道ミサイルがこんなに大きな脅威とみなされるのはなぜでしょう。今回はこういったミサイルのヤバすぎる実態について見ていきたいと思います。まず、水中で発射という点が相手にとって大きな脅威になります。海中に潜む潜水艦を発見するのはかなり困難ですよね。潜水艦自体、敵に発見されないことが最優先ですから、秘匿性を高めることに傾注しているはずです。海の忍者という別名をご存知の方も多いでしょう。逆の立場なら、敵潜水艦がたった一隻なら、ソナーとかレーダーで探知できるかもしれませんが、複数単位で行動されると全てを探知し叩くということは、最新鋭兵器を使ったとしても不可能と思われるのです。海中で存在を隠している潜水艦に、遥かか遠くから撃てるミサイルという武器が備わった意味を考えてください。全く関係ない国の領海から、敵の地上基地や市街地を攻撃する可能性があるということなのです。空から飛来する大型戦略爆撃機や地上施設に収められている大陸間弾道ミサイル ICBM とは異なり、世界中のどこから撃たれるかわからないという恐怖を覚えませんか？そして、ミサイルが積んでいる弾頭そのものが恐ろしいのです。SLBM は核戦争を想定して開発されたので、核弾頭を搭載することが前提のミサイルなんですよ。歴史を振り返ってみると、潜水艦が弾道ミサイルを搭載するようになったのは、70年以上前の1950年代後半です。東西冷戦の真っ只中、東側のリーダーだったソビエト連邦が、1956年、昭和31年に、ツール型潜水艦の一部を改造し、地上発射用の弾道ミサイル R-11 スカッドを改良したミサイルが収納できるランチャーを設置したのが始まりと見られています。スカッドミサイルというと、1991年、平成3年の湾岸戦争で、イラクがイスラエルに撃ち込んだことで有名になりましたね。それに対するアメリカのパトリオットミサイルも一躍世界中に知られることになりました。戦争がなければ公になることもなかったミサイルの名前が明らかになるのは何ともやりきれないことだと感じるのは筆者だけではないでしょう。さて、アメリカでは1959年昭和34年に世界初の原潜ジョージ・ワシントン級潜水艦を就役させました。この艦には垂直発射可能な SLBM ポラリスを搭載したのです。これによって、東西どちらの陣営も、潜水艦から弾道ミサイルを発射し、核攻撃も可能な時代に突入したということになります。そういえば、ポラリスというのは北極星のことですが、一昔前日本での寒流ブームの先駆けとなった冬のソナタでは、重要なアイテムになっていましたね。名前は、SLBM の方が先ですが、恋愛ドラマのアイテムと同じ名前というのもやるせないですね。現在、一番の高スペック SLBM と推測されるのは、アメリカのトライデントです。このトライデント、最大射程距離 12,000km ですから、アメリカ沿海域からでも、ロシアと中国全域などを含めて、世界の大半の場所を攻撃できる力を持っているそうです。
マッハ約 17.6 というスピードで、夢にも考えない場所から飛んでくるので、撃墜も非常に難しいのです。最新型トライデントには、SLBM1 本に14発の弾頭を搭載できるそうですが、この14発すべてに核弾頭を乗せることもできるという恐ろしい事実があります。トライデントとは、ギリシア神話の渡つみポセイドンの持つ三つ股の矛を意味します。確かに潜水艦ですから、海とは縁が深いのですが、自分の武器をミサイルの名前にされたポセイドンが怒って大津波を起こしたりしないかと心配になりますね。もちろん、すべての SLBM 保有国、ロシアや中国、北朝鮮などがトライデントと同じ性能のミサイルを持っているわけではありません。しかし、万が一核戦争が起こり、世界の国々が壊滅状態という非常事態に陥っていたとしても、発見されていなければ潜水艦はミサイル攻撃できるのです。人がほとんど死に絶えたような壊滅状態の世界にミサイルを撃ち込んでどうするのでしょう？地球を壊してしまう気でしょうか？ SLBM はいつでも報復が可能なミサイルなので、海軍でも重要な兵器であると同時に、恐怖の対象でもあります。相手も倒すが、こちらも倒されるかもしれない、つまり、諸刃の剣ということでしょうか。現在、世界の戦略兵器の主軸は SLBM となっています。アメリカやロシア、中国は ICBM も配備して多様化を図っていますが、イギリスは SLBM に統一しています。つまり、イギリスは SLBM 一本ということです。戦略源泉をアメリカは北大西洋やベーリング海、ロシアはバレンツ海に常時配備し、敵への抑止力としています。中国が諸外国の品種を買いながらも南シナ海へ進出し、強引に中国の内海化を目指しているのも、海域に戦略源泉を配備するという目的のためなのです。誤解しないでほしいのは、北朝鮮は SLBM の発射実験に成功したのであって、弾道ミサイル潜水艦の運用を始めたわけではないということです。通常動力型で、潜水艦での弾道ミサイル発射は確かに不可能ではないでしょうが、運用にはかなり制約がかかると思われます。潜水艦は敵にたやすく探知追跡捕捉されるようなものでは意味がありません。開発、製造に関しては、その国の最高のテクノロジーを尽くして行うものですから、技術的なハードルはかなり高くなるでしょう。ミサイルができたから、次は搭載する潜水艦だというように簡単に作れるものではないはずですよね。インスタントラーメンじゃあるまいし。恐ろしいのは、現在侵略行為中の某大国が弾道ミサイル源泉をどこかの国に供与することです。あの大統領なら何するかわからないですからね。そもそも、他国、ウクライナへの侵攻なんて誰が考えるでしょう。この21世紀に。あの人物だけでしょう。第二次世界大戦後から始まった東西冷戦。その初期からアメリカ空軍は多くの戦略爆撃機と核爆弾を配備していました。しかし、ソ連が1957年昭和32年10月4日、世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げました。同時に ICBM の実用化が明らかになったことで、アメリカ空軍は大きな衝撃を受けました。というのは、ICBM によって航空基地が核攻撃される危険性が出てきたからでした。ソ連の攻撃への対策として、複数の基地に兵を分散させることが考えられましたが、当然のことながら、人件費などの経費が膨らみます。では叩くかということでしょうか。ソ連の ICBM 基地がアメリカ軍の最優先攻撃ターゲットになったのですが、人工衛星打ち上げの数年後には SLBM を配備していることも判明したのです。それに対するさらなる対策として、アメリカは爆撃機を24時間365日常時対空させるという核アラート体制を敷くことにしました。原子力爆撃機というとんでもないものまで構想されたとか、
原子力で動く戦闘機があれば確かに効率的ではありますね。しかし、ここで連想してしまうのが東日本大震災での福島原発事故です。原子炉を積んだ戦闘機が上空で撃墜され、地上に落下したらどうなるか、パイロットが墜落地点を選ぶ余裕はないでしょう。落ちるのはアメリカの首都ワシントンかもしれないし、モスクワ、ロンドン、東京かもわからないのです。そんな頭上の脅威を作り出そうとする国は存在しないと思いたいのですが、ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにすると疑わしくなってしまいます。悲しすぎる想像と思わずにはいられません。存在を隠して行動するのが最優先である潜水艦から発射される SLBM が登場したせいで、戦略爆撃機の価値を維持するため、気の遠くなるほどの天文学的な予算が費やされることになりました。アメリカは、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦の1から4番艦を、収益後の条約の制限によって巡航ミサイル原潜に改造して使用しています。この艦には、マックス154発も、トマホーク巡航ミサイル、比較弾頭を搭載できるということです。実際には100発前後しか搭載していないとは言われていますが、巡航ミサイル原潜に改造した艦は核兵器を搭載していないので、横須賀基地に、たまに姿を現すそうです。日本には、非核三原則、持たない、作らない、持ち込ませないがあるので、原子力兵器を搭載していることが、明らかな鑑定を受け入れることはできないのです。